はい、手前の、ウェルさんとアクセンシアマンさんの対戦始まります。ウェルさん B1、なんだっけ、アクセンシアマンさんが、B3 ですね。はい、お互いに B クラス投稿目じゃないですね、運営コメントの方で試合の対戦結果情報が、告知されますので、そちらの方確認いただければと思います。私の方から口頭でも説明しましたが、その旨でお願いいたします。さあ先行の、こちらが現在の対戦結果、これは第1回目の対戦結果ですね。さあカップを入れると熊五郎を出してターンエンド。はい、じゃあちょっと結果の方は運営コメントをご覧ください。さあ対するアクセンチャーマンさんが、マコを出してきてターンエンド。そうですね、先行の方はどうしてもブレイブドラゴンが多いっていう印象でしょうね。さあ熊五郎の BP アップで、熊五郎自身をアップしました。はい、ではちょっと試合の方を見ていきたいと思います。さあカードをセットしている。そして出てきたのが、対戦の方は、B1 ウェルさんと、B3 アクセンチャーマンさんですね。タイムを出してグレーの人で、デッキの傾向はこれは黄色対赤ですね。さあユニットは3体出来上がったが、ここでターンエンド。黄赤対赤ですね。さあターンは変わりまして、アクセンチャーマンさんのターン。B ライン決着つきましたね。B ラインは、はい、奥の方の勝負が決まりました。メシアさん対メシアさんという方が試合しておりましたが、メシアさんが勝利ということになりましたね。先ほどの状況から一体どういう逆転劇があったのか分かりませんが、メシアさんの勝利という形で報告受けました。後でリシウスさんにちょっと聞いてみようかなと思います。マコとサムラが並んだ状況ですね。これは殴りにはいけないでしょうね。さあこちらの、威圧をセットしておくかどうか考えるぐらいですね。セットするならマコ殴るかもぐらいですけど、いかないですね。さあこれで怖いのがシャンプー出されることですね。シャンプー出されてユニットがハンドがね6枚になってしまって2ドローできないということはよくやられますので、トーナメントの都合上でいきますと、ただ相手のハンドの中にシャンプーがないのでそれはないですね。カーシスさん対、佐賀選手、パラリンさん、結構引いてますね。パラリンさん、軽減からの2件まで行きましたね。佐賀選手、パラリンさんと、これはカーシスさん、はい、レベル3でワンショットは取りに行かないということですね。さあ、先行後攻どちらで、下手にブロックもできないと。先行で、カーシスさんが、こちらです。ペッカの侍がいるんで、ブロックはなんとかなりそうにも見えますけれども、奥ですね、奥の奥になります。さあこれはもうマズマジャイアンク軽減からブレイブ、まずはカードでログインして、それはほぼ 100% でしょう。カードをログインさせて、BP を262回買ってください。お、相変わらず画面が綺麗ということで、これは店内線を選んでうちのというか、まあ、このお店の店長さん方が喜ぶと思います。私は移動で言います。勝負が始まるまで、ただ生の字だっていうだけで、やりたいっつってやらせてもらってだけですから、先行後攻自分で、得意な有利な方のデッキを使ってください。まあ当然これもブレークはできませんので、まずブロックはないですね。で、レッカさんぐらいは殴らないと思いますので、そのままエンドでしょうね。ウェルさん、さあ対戦の方がお互いに、お互いとウェルさんがライフが6、これで相手はブレイブ出してないのに2枚あるということは、レベル3ブレイブが出てくる可能性が極めて高い。そうですね、レベルブレイブはレベル3になってますね。タイムが2体とデビルイナー1体、そこからの軽減からのブレイブ。さあ出てきた軽減ブレイブドラゴン。まあ、これはでもブレイブを殴ったところで絶対に3000ダメージ与えました。そこからの、まあ、ブロックすることもないでしょう。ですからこれはウェルさんがどこまでぶん殴るのかですね。まあ、レベル1回まで殴ってレベル2の回まで残しますぐらいか、両方か、まあ、両方残しましたね。これで1対1と。これはブロー打つのかな。これでブローターン変わってアクセンチャーマンさんのターン、タイムレベル2に向かってブロー打てばちょうどいいんじゃないですかね。レッカの侍とブレイブドラゴン、でもレッカの侍に向かって、おっとそのままブレイブ殴るか、先に殴るって言いますかね。あ、先に殴りですね。さあこれがブレイブドラゴンの攻撃で、絶対完全アタック、そこからのビギニエにしてということができそうですね。さあこれをプレイヤーで受けた。あ、それかアーマーブレイクでもいいですね。ブローセットして、まあチアデビルでも出して、そこからのそこからのチアデビルが
吹っ飛ばしたいとは言わなかったですね。はい、これで回までは飛ばすみたいですけども、やってみるかな。アームブレックでどうでもいいと、まずは落とす。それか気づかなかったのかってことですけども、さあここで、出てきたのがターボデビル。ちょっともったいなかった気もしまぎでもないですが、まあ今後も使えるんで大丈夫でしょう。さあかなり、セットマンさんの出来上がってますね。これはきついですね相手。さあそこからのウェルターとか、威圧が3枚ありますからね。ただこうなってくると一定軽減からのカパエルはしないですね。軽減カパエルの軽減のビシャっていけば場の状況は、うっと、さあ何かを企んでいる模様だ。かなり回しておりますが、ちょっと動いている。さあそこからのブレイブドラゴンのアタック、まずは完全ダメージを全体に与える。結構大事な要素なんじゃないかなと思うんですけども、チアデビルが焼けてしまった。医者の方ね、チアデビルが焼けてからの、ターボデビルに対してアタック。威圧と言って、さあこれで威圧を使う。あれを吹っ飛ばすことができますよね。さらに威圧、これで相手止まりますよ。さあ受けの、ターボデビルが1万になってブレイブドラゴンが消えました。さあそこで、カイムからの、ビシャモン。まあありましたね。まあありよ。さあ一旦このリセットかけます。結局威圧を全部使わせたかったっていうこともあるでしょうね。これで今度は相手が困りますね。さあ一旦リセットかけてからの、はい、金ゲームからの2K。これは次のターンで仕留めるぞというような宣告にも近いが、さあ 2K でターンエンド、リセットがないと3点強制的に入る。ユニットは出てきましたが、さあ対するアクセンチャーマンさんのターンで、こちらの方が、まずはネフィロスの展開。出すだけ出してストップでしょうね。ネフィロスを出してターンエンド、引かれると積みますね。セットからの軽減で出すか出さないかで勝負が決まるんですね。軽減ではいかない。まあどの道大丈夫なんですけど、あーっと引けない、まだ引けない。これで引けるか。さあ今度は、ウェルさんのターン。ミカエルないんですかね。ストライクナースがポンポン出てきましたね。ミカエルがないみたいですね。こうなるとここからの、ビサモンのアタック、このターンで決着つくってことはないですね。さあそれをプレイヤーで受ける。ただ2K アタックっていうとプレイヤーで受けて、次に、2K インフィニティバースト、デビロスが回復をします。ブロックと言える、ブロックと言いますね。さあそこを、デビロスで受ける。2点で抑えることができましたね。肝心の2K がいなくなりますんで、ここからどうなるか。かなり積み筋の流れに入っておりますね。結局ユニットが引けない状態のアクセンチュアマンさんが相当きつい状況ですので、そこをどうするかですけど、あでもベイリーある引いただけじゃどうしようもないか。ですね、ベリだけではどうしようもないですね。若干ウェルさんの方がライフごと余裕があるなら殴らないで、ブローセットをベリ出す、でベリにブローを打ってビシャモンを飛ばすまでが筋ですね。さあここで出てきたベリアル。さあここでベリですね。これでブローアップを打ち込んで3000ダメージを与えてからの、おっとここでブロービシャを落とすまでですね。でこのままアタックも一切せずターンエンドをして、さあそこでターンエンドなんですよね。ストライクナースレベル2ストライクナースは放棄して、レベル1ストライクナースはブロックできる状況を維持っていうところですかね。まあ1点ないしは2点までは食らうけどっていう状況ですね。まだ勝負捨てる状況ではないですね。デッキが22、デビルウィンナーを出して、ラウンド7ですけど、デッキの回転がアクセンチュアマンさんあまり良くないみたいで、回すデッキではないんでしょうね。22なんでまだまだデッキが残ってるっていう状況ですからね。一方でウェルさん残りも1枚の状況ですね。次のターンでデッキ一周しますね。ただマネーゲームとか言ってますけど、おっとこれはジョーカーが行動権回復でしたね。ということはこのレベル2が復活しますので、そしてさらにもう一回殴ってきますね。
さらにプレイヤータックルを受けた。反応の状況が見えるんであれですけども、ストライクダンスがもう一回殴りに来ることはありませんが、でも残り1点、デッキ回収されるとビシャも引っ張られる可能性があるんで、済むかもしれませんね。アセンチャマンさん、こちらの方、ベリアル1体。さあ、ブローが2枚のネビがっていうところですけども、まあ、重ねたいところですね、落ちと。重ねた結果はこれですね。まあ、ブローを打ってユニットを減らすも考えたいところですが、これはもう、まあね、参加者の方とかプレイヤーに聞こえませんから言いますが、ほぼアクセンチュアマンさんの勝ちの筋がないと言っても過言ではないでしょう。ハンド状況を見ました。ハンド状況的にはね、この状況から場を打開できる場面がありませんので、せいぜい言うならベリアルを2回殴るぐらいなんですが、まずは1体潰す、もう1回打ちましたね。さらにブローアップでストライクダンスレベル2を止めての、確実に1体を潰す。この後どうする、それでタワーエンド。さあ続いてウェルさんのターン。これはベリアルを投げれる状況にしてあげた方が良かったかもしれないですね。さあまずはどの VP を上げるのか、ジョーカーもありますんでね、ジョーカー使ってなんとか復活させて、まずはラグエルでアタック。そこのラグエルをベリアルでブロックということは勝負を捨てたか。ラグエルのアタックをベリアルで受ける。さあ実況マイクが入っていない、うん、これは厳しかったようですね。やはりさあこれで、ね、ゲームが続いたようなもんですね。決まりました。はい、というわけでこれは決着つきましたね。